バルチーニョことアウテル・フェルナンデス・ダ・コスタは、ブラジル・ペルナンブーコ州レシフェ出身のフットサル選手。ジンベイ・カルテヘナ・ FS 所属。ポジションは、パワー系のピボ。2013年には、ブラジルのカナダ・ドル・グアラプアバでプレーした。2013年には、イタリアのルパレンセ・カルジョに移籍し、2013から14、シーズンのセリエ A で優勝した。8クラブによるプレーオフラウンドでは、 チーム4位の4得点を挙げている。2014から15シーズンのセリエ A では、レギュラーシーズンでチームトップの18得点を挙げ、プレーオフラウンドでチーム2位の5得点を挙げた。前年度に続いて、プレーオフ決勝に進出したが、カオスレッチョエミリアカルチョに敗れて、準優勝に終わっている。2015年には、セリエ A2 から昇格したばかりのコジアンコジェンツァーノに移籍。 2015から16シーズンのレギュラーシーズンではチームトップの15得点を挙げたが、コジアンコはプレーオフ1回戦で敗れている。2016から17シーズンはリーガポルトゥゲーザの AD フンダオでプレーし、16試合13得点の記録を残した。2017年6月、F リーグの名古屋オーシャンズに移籍した。同時期に加入したルイジーニョとは1年ほど、 同じクラブでプレーしたことがあった。第3節の湘南ベルマーレ戦でデビューして初得点を記録した。2017から18シーズンは F リーグで29試合に出場してリーグ9位の23得点を挙げた。このシーズンの F リーグで名古屋オーシャンズは2年ぶりにリーグ優勝を果たしている。2018から19シーズンは33試合に出場して34得点を挙げ、 リーグ得点王とベスト5のタイトルを獲得した。このシーズンの F リーグで、名古屋オーシャンズは2連覇を達成した。2019年にはクラブが、AFC フットサルクラブ選手権で優勝したが、1しかない外国人ワークではペピータが出場し、バルチーニョは、同大会に出場していない。2019から20シーズンは30試合に、出場して43得点を挙げ、2シーズン連続で、 リーグ得点王とベスト5に輝いた。2020年3月対談。2020年6月、スペイン LNFS リーグ一部のジンベイカルタヘナ、FSA、一席、2020から21シーズンからプレイしている。ありがとうございます。